ご褒美としてスパイクマスター浩平さんにスパイクを選んでもらう。なるほど。おヘビとしたら広いって言ってええやろ。ここにあるこうサポートバンドというのがちょっと足をこうサポートして足がこうぶれにくいので似合ってるの。いや似合ってるの。あとでっていうか買います。おお、分かってるね。はい、ということで今回タワースポーツ朝霞店に来てます。ということで今回はですね、はい、ウィナーズと激坂コラボということでスペシャルなゲストをお迎えして、はい、こちらに行こうと思うんですけど、スパイクマイスターの浩平さんに紹介してもらおうと思って、はい、こちらに来てもらってます。よろしくお願いし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 ます。本日はどうも足を運んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。元気体力でありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに今日全員がいないんだけど、なんでこのメンバーだと思いますか？あれでしょ、モテランキングでしょ、上位でしょ、こんなもんモテる顔しかおらへんから。あ、一人おい、ジャイさんと再会争いちゃうの。勝手にジャイさん入れんの。ジャイさん入れんの。すいませんでした。今回のメンバーなんですが、はい、はい、シーズン4得点者ということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。よく頑張ったよね。いいゴールやったね、本当に。ありがとうございます。君はい、はい、てか、おったもん、そもそも。いや、最初にもいませんでしたけど。まあ、ここは賑やかしはかかる。ここ、いや、俺、テントだって、俺。テントだって、俺は。何やったら、得点王やし、シーズン4。タグが今日は来てないんですが、はい、急遽、予定があって。来れないということです。本当だな。見に行ってるだけじゃん。今回はこのシーズン4得点者にご褒美として、スパイクマスター浩平さんにスパイクを選んでもらう。なるほど。はい。そういう企画です。ありがとうございます。じゃあ早速行きましょう。はい。行きましょう。今日もいい映像を届けましょう。頑張りましょう。行きましょう。早速店内行きましょう。こっちですよ。俺もすぐ移動できる。どうしたの？うつっちゃかも。ああ、うつっちゃかもか。いいやろ。ね、靴とかやろ。何？危ねえ危ねえ危ねえ。何が危ねえ？別に。ないよ。うわ。うわ。ありがとうございます。すごい。ありがたい。置いてくれてる。つも置いてる。置いてくれてるんだ。これもです。オブジェの代表。そうですよね。はい。すごい。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ本日はありがとうございました。これだけ？本紹介の前に。今のが一番軽いスパイク。いや、そしてソギこれですか。キングしか結構重いスピードのウルトラ。これ重いけど何か特徴があるんですか？かっこいい。まあ、ちょっとこう分厚めのこれ軽いめっちゃ軽い。足しっかりとこっちがいい人がみたいな。3000円から。安っ。えっ、なんで品揃えすごこの店。ガチか。23.5。 え、なんで？はい、23.5。 手なら入るくん。じゃあ、おいおいおい、せめて紐にしてくれ。マジか。せめて。でも PK ってどうでしたっけ？ PK 先行でしたっけ？あ、PK って先行が6割有利だ、はい、でも PK って残酷だよ。どっちかのチームの誰かが外さなきゃいけないから、残酷なシステムだと思ってる、俺は。ナイス。ナイス。ナイスだよ。ナイスプレーだよ。そうです。ペロ、こんなペロ出しとらんやん。言ってるやん。では改めて小林さんに紹介してもらうんですけど、その前にちょっと自己紹介の方を。かしこまりました。普段激坂っていうとサッカーメディアで、スパイクのレビューとかですね、スパイクにこだわる楽しさとか、伝える活動をやらせてもらっております。高校生のスパイク選びをお手伝いとか、最近だとありがたいことにプロ選手のこうスパイクの相談とかもこう乗らさせていただいておりまして、皆さんに今日足に合うスパイクを精一杯ご提案させていただきますので、ぜひ本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。でまずはですね、こう皆さんのこう足型をちょっとこう専用の機械で測らせていただきたいなと思いまして、あちらに足型計測器がありまして、そちらでこう皆さんの足型をこうバッチリと測りますので、ぜひちょっとあちらの方でお願いできますか。はいはいはい、はい、というわけでこちらがですね、はい、足型計測器になりまして、皆さんどんどん測っていきたいと思うんですけど、はい、じゃあまず牧川さんから。僕僕の足型出てくるんじゃん。素足でしょ。馬とコンビ組むなよお前。なんか珪藻土マットみたいですね。
それはちゃいますよね。それはちゃいちゃうですかね。そうですね。はい。僕のいいですね。人差し指の間、うん、広ない。お、確かに広い。何が出すかこれ。広っ。お前そこ。グミ入ったんですか。ちょ、お前うるさいな。ここお前広いって親指と人差し指のここ。別にええやろ。何挟まれてた。グミ。これが松井さんの足型こう。下から撮ったスキャンした恥ずかしい下から撮られるいやらしいですわほらお前やっぱ右親指と人差し指広いええやろなんでやろ広い広いって隙間があるのここなんだな詰めて寝てるお前そこどっちよこっちこうなんか詰めながらこれここになんかあんま触るなよ汚い汚いぞ人の足汚いぞ触るなよあごめんごめん足幅はちょっと細身ですあ足が細身細身なので、幅広ではないってとこですね、うわ細いんだなるほど、まあ、この足型から見て足型コードみたいな感じでスペックありますよみたいな感じでご提案させていただいてすごいなしていただきたいです、はい、まあ、今回ちょっとマイケさんのゴール決められてないってところなんでちょっとスパイクの提案は時間的にないかもしれないですけど、まあちょっとスピーディーにちょっと皆さん。なんで最初に僕したんですかね。ちょっと僕出て喧嘩しますか。負けんぞ。平田。資格？スマホやん。すいません失礼します。そのまま。わなんか緊張するな確かに。ありえんぐらい小さいかな俺。ありがとうございます。お、これで大丈夫ですか。ああ出ましたよ。じゃあ失礼します。強いな。すごいめっちゃ綺麗だよ。持ちやすいスマホ。すごい。22だった。素足の足長の大体まあ 0.5 から1センチ上ぐらいのスパイクサイズ選ぶと、はい、こうジャストというか、うん、ちょうどいいサイズで履けますよみたいな一応目安があったりします。ウンパルムさんの自分で幅広ってこう足型覚えたと思うんですけど、そう横デブなんですよ。意外とそんな幅広じゃないって言ってたから、で実際こうやって測るとそういうふうに思われるというかそういう新しい発見があるっていうのが結構あったりするんで、またその結果をもとに自分のこう新しいスパイク選びにまた参考にしていけるような感じになります。すごいな、幅広ちゃうやん。見て、これ広いやん。ほら一番人差し指が長い、はい、人差し指長い、うわギリシャ型っていう、ギリシャ型です。親指が長いタイプがエジプト型、ね、ノッサンギリシャ、ノッサンギリシャ、ノッサンバカ開いてんやけど、ラウンタン全部ギリシャ、全部にギリシャ、どういうこと、これ開いた方がいいんで、こうやって意図的に、意図的に合ってるっすか、アクセレーター、あ、上に長いから、はい、ありがとうございます。今、指のこのトレーニングずっと元気づけがないっていうか、まあ、母子で使うトレーニングで結果使うみたいな、ちょっと足をしてあ、本当ですか、すごいなというわけで、皆さんのこう足型測らせていただきまして、ここからちょっと僕の方で、まあ、その足型とかいろいろお話ししていく中で、あとまあ普段ちょっと動画もちょっと見させていただいてますので、総合的にこう足に合いそうなやつちょっとこう提案させていただこうかなところで、じゃあまずウンパヌパさんから、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。でまあ自分でこう幅広って思われたんですけど、実はこうそんなに幅広じゃなかったっていうデータが出まして、はいはい、幅広のやつも用意しつつ、はい、ちょっとこう標準幅のやつも一回履いてみて、はい、まあちょっと相談しながらどれにしようかなみたいな感じでやっていければと思いますので、ぜひとも持ってこさせていただきます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ちょっとお待ちください。いや 23.5 ってマジそもそもサイズほぼないですか。いや、あるよ、見ても通る高価なスパイクだ、高価な。さすが、ウンパルンパさんクラスだったらこのベリアにしちゃってみて。あ、ほんとですか、もうそんな、だめ、僕が来ないで叩かれますよ。いや、あります、あります。そうですね、ウンパルンパさんの足はやや幅広か、まあ標準ぐらいの感じなんで、ね、まあ足長は確かに小さめなんですけど、はい、23をちょっと押させていただきました。あ、23ですか、はい、すげえ。でちょっと先で幅広のやつからいってみましょうか。今んとここれ結構ジャストな感じでございます。そうっすね、普段 3.5 とかですよね。そうです。この前側がカンガーレザーという天然の革を使ってるんで、はい、履いていくうちにこう革が伸びて足に馴染んでくるとか考えると、はい、このジャストで一回履いてみるっていうかチャレンジしてみるっていうのもありかなとか思ったりします。なるほどっすね、はい、せっかくなんでこちらもちょっと、あ、これはええわ、スパイク、いい、似合ってるの、似合ってるの、似合う、え、カオタオ、タオ、タオ、早いって展開がね。こっちはめちゃ良かったんですけど、はい、圧迫感があんまりないっすね、はい、めっちゃ似合ってる、めっちゃ似合ってる、マジで似合ってる、うぇーい、OK、OK、OK というわけで、まあ
噛むかどうかまた後で多分じっくり決めていただいて、はい、ちょっとじゃあ後でっていうかもう変わります。おお、ありがとうございます。分かってるね。すごい男気、男気すごい。はい、2つ買わせていただきます。おマジで。おー、分かってるな。すげえ、炎上しろ。こちらっていうのはもらえたりはでするんですかね。ちょっとさすがに皆さん分のスパイクこうプレゼントみたいなちょっとこう。すいません、ほんまにすいません。僕もちょっとカツカツで優しい。いやいや、僕も言わされてるんで、ほんまに。台本なんで、ほんまに。思ってないですよ、これ。視聴者さん、ほんまにやめてください。うんと、ガミチーなとか言ってきますよね、絶対。ほんま言わされてますから。ガミチーことは確かですね。さあ、ただですね。はいはいはい。この後の、ちょっとコラボ第2弾の、はい、イングランド式ショット対決で、はい、その中でこう1位になった方には、激坂からこうスパイク、うお、プレゼントっていう方がいます。しゃあ、ガチでいくぞ。圭吾さんの足はですね、はい、ちょっとやっぱり、まあ、ご自身 の分かれるというより幅広っていうところはデータでも出てましたんで、はい、今出てるスパイクの中で一番幅広いやつ、すごい持ってます。全部履いたことないですね、これ。あ、一番ちょっとおすすめといいますか、幅広の方のこう最後の取り柄といいますか、はい、それがこちらなんですけど。似合ってる、渋い。いや、履いてない。買いますか？買いませんか？いや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 、きついです。いつも絶対どのスパイクもきついんですよ。うん、よく苦しみながらしてるもんな。やめて。4.5。そうですね。だから4ぐらいがひょっとしたらいいのかもって感じですね。で、4が今ちょっと在庫がなくてですね。あ、なるほど。はい。ニューバランスの442プロってやつなんですけど、ニューバランス結構最近あの履きやすいスパイク作ってまして。なるほど。これちょっときつめですかね。これきついっすね。はい、よくあ、なるほど。うん、買われるかどうかはまた悩んでたり全然ありますね。ちょっと感触的にめっちゃ良かったです。ぜひこれはあのマジいいと思う。じゃあというわけで一応こちらをお渡しさせていただくので、ああ、ああ、ああ、商品はちょっと悩んでいただいて、はい、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。幅広いですね。幅広めですね。はい。おお、ぜひちょっとこれも買いたことないていただきたいんだけど、ちょっと赤カラーもありまして。おー、赤、はい、っけえ、赤いいっすね。これもちょっと買いますか。はいはいはい、履いてない履いてない、まだ履いてない。タクメル君、確かにストレスがないですよね。ストレスのはい、で似合ってますか。いや、めちゃめちゃ似合ってる。赤いいっすね。赤めっちゃかっこいい。これめっちゃいいっす。あ、いいっすか。幅広い。はい。いや、これちょっと新しい発見っすね。一応まあ比較対象として、はい、まあよく伸びて足に馴染んでくれる、はい、まあ森さん。タクメル履いてんじゃん。履いてるです。あ、これはい、僕一応持ってるんですけど。履いてるよ。これ履いた後にこっち開いたら、はい、ちょっと狭く感じます。あ、狭く感じます。高くなる。ちょっとこれはガチめに、はい、購入検討します。あのイングランド人だと1位になって。ならなかったら買います。ならなかったら買いましょう。なったらこれを選びます。おぉ、じゃあ絶対に手には入る。そういうことか。はい、これ絶対に買ってもいい。あ、ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。検討していただいて、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。買わさせていただきます。あ、ありがとうございます。ちょっとやっぱ幅広めですね。はい、ヒュンメルですね。ヒュンメル推しがちょっとついたんで、ちょっと他のやつもちょっとありまして、はい、2つこう提案というか、はい、ちょっと試しにみたいな。はい、はい、おぉ、うわぁ、これ何？こちら、フーマのフューチャー Z1.3 という全面ニットで、でこうアジリティを追求したスパイクなんですけど、やっぱ高さのこうプレスタイプといいますか、ゴリゴリこうフィジカルにいくみたいなのが、ここにあるこうサポートバンドというのがちょっと足をこうサポートして、足がこうブレにくいみたいな。合法ですかそれ。一応はい、合法でやらさせてもらってます。はい、一応合法で。超似合ってる。うわ、すげえ。めっちゃ似合ってる。めちゃくちゃ似合ってる。めっちゃ似合ってる。足とは標準なんですけど、結構ニットが伸びてくれるんで、足幅が広い人でもまあ足入れできるっていう。めちゃくちゃいいわ。あと普段履かれてる X スピードフローのまあ紐折りバージョン。普段の AG ソールという人芝用のソールをちゃんと選ばれてるんですけど、はい、いつもやられてる人工芝はちょっと短めだと思うんで、はい、HGAG ソールっていうちょっと、人工芝にも土にも対応したやつちょっと持っておくのもそんなにいいかなみたいな。これはでもまあもう履き慣れてますから。そうですよね。ガチです。ガチっすか。ガチなやつはこっちっすね。履き慣れてる。ああ、やっぱり。じゃあブーマか。いやでもめちゃくちゃ良かったもん。最初のファーストインプレッションがもう履いた瞬間に履いてくれ言うてたと思ったもん。大事っすね。それ言いらんこと言うた。買おう。
勝った方がいいですか。じゃあちょっとこちら一つからちょっと検討していただいて、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。しげさんいつも見させていただきます。マジで両方でも右と左の左右あんま違う。軸足になる足に結構力がかかるんで、そっちが幅が広くなりやすい傾向があるんですけど、ただ左足の方がでかいんで、はい、左足にサイズ合わせるのがいいと思います。しげさんちょっとやっぱりこう動画見させていただくと筋肉系の怪我が時々あるかなと思って、はい、スパイク原因というわけでもないと思うんですけど、ちょっとスパイクなんとかこう怪我を防止できないかなみたいなイメージがちょっと僕の中でありまして、はい、足の負担をちょっと軽減してくれるみたいなモデルがこちらのアシックスの DS ライトってやつなんですけど、はい、これがあの部活性向けのモデルで高いやつではないんですけど、ここにゲルっていうランニングシューとかにも使われてるクッション材がここに入ってまして、着地の衝撃をちょっとすげえ結構ブラックってちょっと渋いカラーではあるんですけど、怪我しちゃうとやっぱりこう試合にも出れなくなってなかなか活躍が難しくなるので、こう怪我を防止するみたいなイメージでスパイク選ぶっていうのも一つ。ゲームもね、全然なんか最新作の Q9 なんですけど、めっちゃかっこいいね。合ってたんですね、テンポが。テンポもめっちゃかっこいい。ナイキの中ではテンポって感じですね。あ、足幅が広いんで。あ、そうっすよね。でもちゃんと悩んでる。僕らがあの人芝でよく取られてるじゃないですか、はい、だから人工芝用のソール1個持っとくのもいいかなとか思って。めっちゃかっこいい。かっこいい。うわそれエグいわ。それはパンやって。フルマのえ、こんなのええってそれ振りかけキングミライっていうモデルなんですけど、キングミライ、はい、キングミライ、フルマの名作をちょっと現代風にアレンジしたみたいな感じのモデルでして、ショートタンっていうのは、まあ、従来通りのタンになってるんで、まあ足入れもスムーズといいますか、はい、いや買いやろそれも。ありがとうございます。はい、とりあえずはい検討していただいて、はい、検討して、はい、ありがとうございます。こちらはい、いきます。よろしくお願いします。はい、埋めたいです。ありがとうございます。やや細めって感じですね。足幅でやや細ですね。はい。まあ足に大きな癖がないと言いますか。めっちゃ普通の足ってことですか。まあ、はい。どちらかというとで、いろんなスパイク履きこなせるような足になってるって感じです。ああ。ちょっとこちら、はい、候補で。一足だ。一足だ。はい。かっこいい。めっちゃかっこいい。これ軽くてフィットして安定感もあるって感じで。はい。白欲しいって最近リアルに言ってたよな。そう言ってた、うん、これも候補の一つと言いますか。ほんまに履きやすいっす。もうバッチリなスパイクなんで。どうぞ。ああ、ちょっとイングランドシュートで頑張らさせていただきます。ムーちゃんさんはひょっとしたらイングランド式はやらないかもしれないんで、あの得点者じゃない、得点者じゃないかもしれない。買うしかない、買うしかないよ。そこはあの今度は試合で結果出していただいて。あ、調子を見ました。点取ってなかったです。また始めましたけど。ありがとうございます。すいません。僕のこれです、はい、お願いします。お願いします。幅細めですね。僕ずっと幅広いもんやと思って、ずっと昔から。今回ちょっとチャレンジと言いますか、この足データに沿ったサイズをちょっと提案させていただきます。もう金とかって払った方がまだ大丈夫試着して試していただいて感じで大丈夫。まだとこがいいから全然大丈夫です。カメラマンさんも頑張ってるから。いつもありがとう、いっぱい映してくれて。ちょっと待って、これ炎上するわ。お願いします。あー、来た。じゃこちら、はい、お作品でございます。買います。まだ実力を試着していただいてからで。見てもいいんですか。はい、もう、ぜひ最初のこの水野がかっこいい。あ、分かれてます。あのマキニタス履く前これでした。マキニタス、よう知ってますね。イグニタス、はい、僕が履いたやつ動画を見させてもらってます。ありがとうございます。すげー。ハードにプレイすることも多いと思うんで、はい、こういう人工で耐久性あるやつ一足持っておくのも買います。書かなくて大丈夫です。入ってもいいんですか。足入れしてもらって、はい、いや絶対買います。すげえ。今までそれこれがなんかきついって思ってたんですけど、はい、これがフィットっていうことなんですね。これが今まあほぼ隙間のないジャストサイズって感じですか。毎回買うときにお母さんにちょっと大きめ買いって言われて、あんた成長するからって言われて、大体中学生とか14歳目安に足の成長止まるって言われてる。なるほど。まだお母さんやっぱ僕のこと息子やって思ってるってことですね。そうかもしれないです。愛感じました。かっこいい、はい、こちらをちょっと、あ、ビアーズカラーだ。はい、アシックスの DS ライト X フライプロってやつ。いやー、かっこいい。すごい。より軽いやつですよ。いや、もう履いてもいいんですか。どうぞどうぞ。いやー、すげえ。アシックスの中で一番軽いやつです。いや、マジでいいっすね。色とかもなんか、はい、裏とかもデザインすげえ。全然お尻入れしていただいていいですか。あ、いいんですか。あ、全然。いやー、すげえ。はよ、はけ。はよ、はけ。時間が。え、うわ、ちょっと待って。さっきより興奮してきた。似合う似合う、めっちゃ似合う。ボレー行こう、ボレー行こう。めっちゃいい、これマジで。
ラスうわぁ、めっちゃいいこれ。ラスおかしいし、膝入れるおかしい。でもマジでほんまに買えますこれ。マジですか。このちょっと二足からね、ちょっと検討していただきたいなみたいな感じで。ありがとうございます。はい、すごい、こいつはすごい。ありがとうございます。ラスさんも参加するってこと？ラスさんなしで。ただの購入や。ただの購入。ちょっと幅広めですね、はいはい、側長はそんな誤差がないんで、はい、サイズは利き足で選んでいただきたいと思います、はい、現役の時からナイキずっと愛用されてるところで、はい、ナイキもご提案させていただきつつ、ちょっとこう目新しさと言いますか、はい、アディダスもちょっとこういう機会なんで、はい、せっかくちょっと足入れしていただいてるところで、まずじゃあちょっと立ち慣れてる、はい、こちら、まあ、この機会にちょっと人工芝居のやつを一足持っておくのもいいかなと思いまして、はい、うん、立ち慣れてそうですね。ちょっとやっぱきついっすね。幅で届くサイズ感ちょっときついっすねじゃないどのスパイクも広げてたんですよ。あ、ストレッチャーで広げてた、毎回。ちなみにこちらのストレッチャー置いてますんで、あ、1週間ほど時間いただいて、伸びいいんですか。伸びさせて、ちゃんと伸ばした状態で伸びさせていただくことが可能なんで、あとまあ試しと言いますか、ちょっと幅的にはちょっときついかもしれないんですけど、はい、コパっていうアディダスの中で唯一天然の革を使ったモデルになります。ありがとうございます。え、アディダス履きだ。おぉ、え、似合ってる。え、似合ってる。似合ってる。きついっすね。きついんか。きついんか。あの、ここがフィット感がいいです。あ、はい。ここフィット感がいいです。前側は一応天然の革です。はい、で、あれなんですよ。僕、ここカットしてるんですよ、いつも。え、あの、してもらってた。アキレス系のあたりがちょっと気になる。そうです、そうです。最近こういうスパイクもありますよみたいな、はい、ありがとうございます。一つの提案でございました。はい、すいません、ありがとうございます。何もあるの？考えさせてもらいます。わー、はい、ありがとうございます。はい、じゃあこちら、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでスパイク選びしてもらいましたけど、どうでしたか、みんな。めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ最高でしたね。ね、うんぱ2足も購入なんて。大体こういう時って僕が最初に買ったら流れでみんなガーっていくんですけど、うん、誰一人しか買わないんですよ。イングランド式があるから。まあそうですよね、イングランド式ありますけど、気に入ってしまっただけやから。セイゴとかさ、幅が結構、いや、新しいスパイク入ったんで初めて、ね、なんか新しい感覚でヒューメルとかすごい自分的には良かったですね。マキは？僕も本当にその今までずっと 27.5 センチの靴履いてて、でも今日自分の足が25っていうのを知れて本当に良かったです。いや、どれぐらい気づいてなかったの、マジ15年ずっと。まあこう足に合うスパイクを選んでいただいて、それで皆さんのこのパフォーマンスアップにつなげていただきたいなと思います。で、これからですね、ちょっとこうコラボ第2弾といいまして、お、フィンランド式シュート対決をちょっとやっていきたいなと思います。よっしゃグランドに移動してやりたいと思うんですけども、1位になったので、今回ちょっとご提案させていただいたスパイクとかでもいいですし、まあ、お好きなスパイクをちょっと一足激坂選手にワーライクぞプレゼントっていうところもご褒美なので、ワンシリコーしゃあ。その動画、激坂の YouTube アカウントの方に動画が載りますので、ぜひあの概要欄の方からチェックしていただきたいなと思います。で、一応僕もなんか最後にちょっとちょろっと蹴らせていただいて、で、僕が1位の人の記録を超えたらプレゼント阻止みたいな、面白い流れでちょっとやらさせていただければなと思いますので、はい、ぜひちょっとコラボ第2弾の方もよろしくお願いします。お願いします。バンバシーフォイバネイマール、ここをかわした、ボックス内へクロスボード、チャンス来た、メッシコナミ。